世界が幸せであると願うようにね。
はい、ということで、愛媛です。こんにちは。こんにちは。新曲ではないですね。新曲とかないですけど、片思い、エメさんの片思いとエバラスティングスノーという2曲を続けて歌わせていただきました。振り返りとかしちゃいます？振り返りとかやだやだ。去年泣きましたね、ここで。あ、去年卒来も出てるんだもんね。去年ここで卒来をして、タネさんのですね、タネさんを送り出して、タネさんというベースの方がいらっしゃったんですけどですね、ですね、マッチにはそこに、あ、ベースのところにはマッチに入っていただいて、あとは、まあ、マキがサードにいたんですけど、鈴鹿にチェンジをしました。でね、新しい2人を迎えて1回目のライブ、ね、じゃん、あ、そうじゃん、あれ、そう、違う違う違う、やってるわ。1回目だった、1回やって2回目かな、うん、2回目で卒業ですね。2回目で出来上がった、愛媛が出来上がったのさ、こう我々が何年生の時、2年生の時で、ポンちゃんが1年生の時は、長いね、長いね、びっくりした今、長い、びっくり、長いんだね、長い長い長いなって話でみたいな、そうなんか事件もなく、私、そうですね、なんか去年すごい悲しかったんですけど、今年全然実感ないです。わかる、ちょっと、実家で卒業する、全然ない、ないんだよね、なんかもう、去年の1曲目何歌ったのか、去年の1曲目の片思い、いや、メドレー歌って、あ、そう、あ、そうだ、メドレーでも大変起きてて、もう情緒が、あれ、あれあれはね、ちょっと失敗でしたね。情緒結びでも、なんか、バーンみたいな、もう、でもうち情緒結び、なんかみんなが泣きおるけん、なんか日本に落ちました。やだやつね。違う違う、なんかこういう感じ、去年の方がなんか、なんかこうですね、まあ、でも卒業だみたいな、楽しく終われそうです、ね、煙で出たしね、ちょっと前の話とか、それでちょっと私も正気を取り戻し集中力戻ってきた、ここからだんだん集中力なんですけど、もう出る番組すいません、嬉しいで、はい、こんな感じです。なのでね、皆さんも最後、次で最後の、いつもの曲なんですけれども、皆さんも手拍子をして明るく送り出してもらえればなと。送り出してもらう確かにねゆっくりゆっくり揺れて聞いてください、じゃあ心の中で過ごしましょう。それでは、エメさんの社長の席です。聞いてください。片っぽで丸を作って、しっかり持ってて、もう片っぽでその丸の後ろをぐるっと回って、間にできたポッケに入って出てくるの待ってて、
り寄せ合ったんだ。結ばれたんじゃなく結んだんだ。二人でせーので引っ張ったんだ。大きくも小さくもなりすぎないように力を込めたんだ。